はい、AKB48 チームエイト愛媛県代表チーム4県人の高岡薫です。よろしくお願いします。声聞こえてますか？めっちゃ声ちっちゃいんだけど。初見さんありがとうございます。はい、ということで朝の配信始めていくんですけど、多分今朝起きてまあ5分ぐらいですね。聞こえてるみたいでよかった。ちょっと目が赤いんですよ。まあ寝起きだからかな。さあ、まあ今日はねちょっとヘアアイロンとか持ってきてないから、こっちの髪の毛がちょっと跳ねてる、外にちょっと跳ねてるんですけど、こうやって直して、昨日ぶっちゃけも早く寝れませんでした。今日雪、あのさ、私長袖昨日のしか持ってないんだけどさ、また同じの着るのって良くないかな、あんまり。そう、なんかあのなるべく荷物を最小限にしたくてさ、長袖を昨日のやつとなんか一応私服用に1枚なんか持ってきただけだったんですけど、ちょっとさすがにさ、半袖って寒いかな。どっちがいいと思う？みんな。風邪ひくよりは長袖がいいよね。まあじゃあ長袖着よう。もし聞かれたら、もうこれしか持ってきてないんですよねみたいな感じで言えばいいかな。じゃあちょっともう一回昨日の着ます。そう、やっぱ荷物を最小限にしたくてさ。そう、後で着替え直すわ。まあね、今日のこの T シャツも昨日と同じイラストレーターさんのやつです。揃えたわけでは全くありません。気がついたらなってた。みんな気づいたの？今私必死にここ押さえてんの。もう自然。あ、ちょっと待って、本当になっちゃった。本当に後ついた。やった。ファブレは大丈夫。確かに。じゃあファブリーズしよう。ナイスアイディアじゃん。ファブリーズしちゃおう。マジで寝起きに配信するのとか超久々なんだけど、じゃない？あくび。髪の毛にファブリーズなわけあるかい。なわけあるかい。お洋服にですよ。おはよう、みんな。今日はね、六本木アイドルフェスが
あります。お箸でヨーグルトって食べられる？食べられる、いけるいける。強行突破すぎて。そう、薪のスプーン忘れたからさ、食べれる、いけるいける、余裕余裕。ちなみにさゆです、これ。シェイキングするんだ、マジか。まあ配信始めるまでにいろいろやってたからさ、着替えたり歯磨きしたり髪とかしたりしてたから割と起きてます。ただでもちょっとこの後寝そうですけどね。今日の夜こそぐっすり寝ますね。明日はね、特に何もないので今日の夜はもう心ゆくまで寝ます。ちゃんとメイクは落として。昨日もちょっといろいろやってたら寝るの遅くなっちゃって12時過ぎちゃいました。今日はゆいゆいが誕生日だし、いろんな人が誕生日です。ジョン・マイ・ラブのキャストさんのカエさんも今日誕生日、確か。あくびが止まらん。あくびしたから目がうるうるだわ。今日めっちゃ寒いんちゃう？めっちゃ寒いんだよね。ヒートテック着ればよかったかな。
まあ持ってきてないんだけどさ。はっ、そうですか。眠そうな目になりましたか。あ、髪か。なんか白いのついてないって思ったら反射した髪でした。5時間半ぐらい寝たのは、うん、ですかね。今日はコンタクトをつける日だ。もう全然最近コンタクトつけてなかった。大丈夫かな。コンタクトちゃんとつけられるかしら私。まあそりゃつけられないと大問題なんですけど。この時間に配信は珍しいです。今日はちょっと夜がワンチャン配信できないかもしれないから、うん、朝やっとこう思って。違うの、私結構コンタクトでも本当に目は乾くんですよ、すっごい。だからなんかそうだから問題なんです。ちょっとだからあんまね、メガネしないようにね、コンタクトしないようにしてるからさ。今日ちょっと一日中コンタクトだから大丈夫かなって思って。そう結構本当ね、もうコンタクトでカッピカピになるのよ。だからちょっとそう大丈夫かな。不安だな。うん、仕事始まるんだ、頑張ってください。こんな朝早くから本当お疲れ様。大変よね。しかも今日日曜日じゃない？今日何曜日だっけ？多分日曜日。あ、15分経った。なんかもうね、髪の毛はちょっとボッサーだな。はい、ということでね、じゃあ今日は
もう寝起きの私をお届けしました。はい、ということで今日も一日頑張っていきたいと思います。じゃあギフト読んで終わるかね。プレジョンさんだるま、あやちゃんさんハートと小判、アルビンズランクさん雪の結晶とプレゼント、玉国さんハートと雪の結晶、あやちゃんさんプレゼント、玉国さんプレゼント、そらさんプレゼント、ゆきさんプレゼント、夏目さんプレゼント、あやちゃんさん雪の結晶とホワイトと小判、 TKHKG さんプレゼント、グリグリパンチさん手袋、玉国さんプレゼント、ファンキーキャットさんパチパチパチ、ありがとうございます。13位ロミツさん、12位カラスのカーコさん、11位ドゥシャさん、10位ケイちゃんさん、9位アルビンズランクさん、8位トモさん、7位ヒデキさん、6位ソランさん、5位 TKHKG さん、4位ユキさん、3位夏目さん、2位ハヤちゃんさん、1位が玉国さんでした。はい、というわけで今日も一日頑張っていきます。ありがとうございました。またね。アイドルフェス楽しみましょう。